国際死後戦会議は国際的に使用するための本所死後戦を決定するために1884年10月にアメリカ合衆国のワシントン DC で開かれた会議。万国死後戦会議本所死後戦並刑事法万国公開とも言う。この会議はアメリカのチェスター・エアーサー大統領の要請で開催された。その議題は 万国共通の経度0度並びに時刻計算の基準として用いられるべき死後線の選定であった。会議の結果、グリーニッチ死後線が国際的な経度0度の基準に選出された。1870年代までに広く世界中で公開目的に用いる本書死後線を確立すること、及び鉄道時刻表に用いる地方時を統一すること、 というに方面からの圧力があった。1871年にアントウェルペンで開かれた第1回国際地理学会議では水路図用にクリニチ四五線を使用することに賛成する道義が可決され、それは15年以内にそれが義務化されることを示唆していた。アメリカ合衆国内の主要な町の地方人イギリスでは1840年には すでにグレートウェスタン鉄道で標準化された鉄道時間が扱われていたほか、1847年には鉄道運賃交換所が英国郵政省の許可が下り次第、すべての駅でグリニッチ標準時が採用されることを宣言した。英国郵政省はこの頃には時計を合わせるためにグリニッチからイギリスのほとんどの地方へ電信で法事信号を送信していた。 1848年1月までに、ブラッドショーの鉄道案内は統一された時刻を掲載し、法律に関する論争はあったものの、一般の称賛を浴びた。一方、アメリカでは、問題はイギリス。1870年に、チャールズ・ダウドは、エシステム・オブ・ナショナル・タイム・アンド・イッツ・アプリケーションと題した。 小冊子を出版して、全国をワシントン市五線に基づく三つの時間帯に分けることを主張し、翌々年の1872年にはグリニッチ市五線に基づいて、それを四つの時間帯に修正した。世界中で一貫した時刻の取り扱いについての最初の提案は、当時カナダ太平洋鉄道の議師長を務めていたサンドフォード・フレミングが1876年に、 カナディアンインスティチュートに提出したテレストリアルタイムと題された学術論文である。この論文では24時間制の世界時を表す時計に一つ付け足した文字盤で地方時を示しつつそれを丸めた最も近い時を指すような時計について考察された。フレミングは地方平均時の補正の多くが放棄されかかっていた太陽時のそれらよりも 大きいことを指摘した。1878年から1879年の時期にフレミングはグリニッチ死後戦を使用して修正を施した提案を出した。このフレミングの2本の論文は非常に重要なものであると考えられ、1879年6月にイギリス政府がその副写を18カ国の諸外国とイングランドの 様々な学術団体に転送したほどであった。それと同時期にアメリカ計量学会は本質的に同じ案を提案していたアメリカ気象局のクリーブランドアビー局長による標準時に関する報告書レポートオンスタンダードタイムを出した。これらの所定案は共に様々な都市に地方時を指示する通信社を設立していたアメリカ海軍天文台台長のジョン・ロジャースと イギリス王室天文館でグリニッジ天文台台長のジョージ・ビドルエアリーの両者に反対されるなど学会で広く賛意を得ることはなかった。また海軍天文台は大西洋横断電信ケーブル経由で受信しボストンの信号をの時刻を合わせるために使用されたグリニッジ法事信号をハーバードから送信する計画を失敗させようとしていた。国際戦会議の期限は 1881年にベネツィアで開かれた第3回国際地理学会議にあり、そこでは普遍的な本書死後戦の確立と時刻の統一基準が議題に上がった。1883年10月にローマで第7回国際測地学会議が開かれた際、徹底的な検討により、技術的詳細の大部分が得られたが、外交上の取り決めについては後の会議の課題として残された。 アメリカでは1882年8月3日に世界中の時刻と経度の基準とする共通の本書四五線を決めるための国際会議を招集する権限を大統領に与える法案が議会を通過した。1883年10月11日にシカゴで鉄道事業者の幹部らが集まる会議がワシントンでの会議への招待状が12月1日に発送される前に アビー、フレミング、および、アメリカの鉄道の総合時刻会議の幹事で、トラベラーズ、オフィシャル、ガイドツーザ・レールウェイズの編集長であった、ウィリアム・フレデリック・アレンの共同努力によって、1883年11月18日の正午に、全国で導入されることになる、標準的な鉄道時間へと導く合意が、アメリカの鉄道会社にもたらされた。 これが法的に確立されたのは1918年になってからのことではあるが、ワシントンでの会議の前にこうした規制事実感は強かった。他方、地方時の設定は会議の権限の範囲外であった。26カ国から41名の代表者らが会議に参加した。1884年10月22日、会議で次の決議が採択された。同大会の初見では、 現在存在している、多種多様な本書四後線に代わり、万国のために唯一の本書四後線を採用することが望ましいとの見解である。当会議がここに、お集まりの代表者の皆様の政府に提案することは、軽度の本書四後線として、グリーニッジ点問題のしごぎの中心を通過する四後線の採用を表するものである。 この四五線から、経度は二方向に百八十度まで係数され、統計はただし、整形は、ふとする。当会議は、便利のためになるべきすべての目的のために世界日の採用を提案するが、望ましい場合には、地方時、または標準時の使用を妨げないものとする。この世界比は、平均対応日であり、全世界が、本書四五線のまさこの瞬間に始まるものとする。 これは、歴日の起点及びこの四五線の日付と一致するもので、0時から24時まで係数される。党会議は、実行できる限り速や役。党会議は、重心法を角度間隔の分割と時間の分割にまで適用することを規制、及び拡張するために計画された技術的研究が再開されることで、この適用の拡張が実際の利益を与えるての場合に対して、 これが認められる、要希望することを表明する。グリニジ死後線を本書四五線に定めた決議には22対1で可決された。フランスは1911年までグリニジ死後線を世界日の起点として採用しなかった。この時もフランスはグリニジの名前を使うことさえ拒み、グリニジ平均時に変えて9分21秒遅れのパリ平均時という用語を使用した。 最終的にフランスは1978年にこの語句を協定世界時古代イテッドユニバーサルタイムで置き換えた。決議4は標準時を世界日から明確に除外している。サンドフォード・フレミングを含め2名の代表がバンコクによる標準時の採用を提案したが他の代表らがその提案は党会議の権限を超えているとして異議を唱えたため、 いずれの提案も採決が行われることはなかった。こうして、東海議は一般に信じられていたこととは逆に、いかなるタイムゾーンも採用することはなかった。決議6に関して、イギリスはすでに、トラファルガーの改戦中の1805年に、公開日の始まりをマサコの12時間前の正午から、マサコへと移行していた。新たに設立された、国際天文学連合の決議により、 天文日の始まりも、雅子の12時間後の正午から雅子へと移行する措置が1925年1月1日に実施された。なお、次の決議案は採択されなかった。10月13日の決議案、本書子午線は絶対中立の性格を有していなければならないこと。本書子午線は科学と国際通商に可能な限り全ての利点を確保するために、 排他的に選択されるべきであり、特に大きな大陸、ヨーロッパ及びアメリカのいずれをも横切ってはならないこと。以上を決議する。反対21、賛成3会議の議事録によると、各国の代表者は次の通り、会議の主要な問題は、公認された議事録の不都合役の用意のような手続き上の問題を除けば、 メートルを中立的尺度として維持しているのと同様の方法で本初子午線も厳正中立の性格を帯びているべきであるとするフランスの強い主張であった。この要求は確立した陸上の天文台での測定に基礎を置く必要性及びグリニッチの反子午線を用いるというフレミングの提案がイギリスの代表団に支持されていないことと対立するものであった。 最後には大多数の海図との連続性についての実用的な議論が実を結び、フランスの代表団は投票で棄権した。国際死後戦会議は天文日の始まりを正午から政子に変更することにより、ヨーロッパでマピルマに日付が変わるという即地学会議によって提起された問題を回避したことで国際日付変更戦が現在あるあたりに収まることとなった。 世界時の問題については、会議の準備委員会の一つに対し、私の考えでは、少しでも成功の見込みがあれば試みることができる精一杯のことは、第一に、一地域に限らない目的で使用されるべき、本書四五線に基づく一つの第一標準時を設けること。第二に、地方時の計算の基準となる24つの第二標準時を設けることであるとした。 フレミングの見解が裏付けられた。10分と同等の小さなタイムゾーンを設定することに関する討議があったが、討議は提出されず、その選択を導くだけの経験もほとんどなかった。ヨーロッパのほとんどの国々は、決議から10年以内にグリニッチ標準時に合わせて時計を調整し、スウェーデンと北、アメリカもすでに同様の調整を済ませており、その後もこの傾向は続いた。 フランスは1911年までパリ時間を維持し、その翌年にはそれまでに明らかになっていた異なる天文台の間に生じるさに対処するためにもう一度会議を開催し、第一次世界大戦後の国際法事局の設立へとつながっていった。ありがとうございます。